コンクルージョン。これさん、いよいよコンクルージョンロッド、そこにもういっぱい並んじゃってるんで。それ僕のセリフじゃなかったでしたっけ。いよいよコンクルージョンロッドが出ますっていう話から入りたかったんですよ。じゃあ、はい、行きます。コーリさん、最近はい、うちのチャンネルピョンピョンピョンから始まることになったんで。ピョンピョンピョンって何ですか。上に手やっていただいて。嘘でしょ、それ。本当です、本当です、本当です。昔メイドカフェに行ったことあるんですよ。話すネタに行ってみようと思って。はいはいはい、耳つけられて、はい、注文するときに、何だったかな、はい、手挙げて、なんとかピョンって言わなきゃ注文できないんですよね。うちもそうなったんですよ。嘘でしょ。釣り子 TV 出る場合は、ここにこう手やっていただいて。絶対嘘でしょ。いや、本当です、本当なんです、本当なんです、これ。本当なんです。ピョンピョンピョンから。さっきの撮影の時そんなこと言ってなかったじゃないですか。まだ言える空気じゃなかったんで、ちょっと。絶対騙されてるで、これ。本当です、本当です。ピョンピョンピョンからお願いします。今度釣り子 TV に超大御所が出たいって言ったんで紹介したいんですけど、その人にもやらせます？はい。本当に？いや、うちのチャンネルでんだったらこれ、ピョンピョンピョンから、本当なんですよ。本当なんですよ、これ。まあ、これでギャラが1000万出るんで、やっときますね。はい。お願いします。ピョンピョンピョン。絶対嘘でしょ、これ。コンクルージョン。ピョンピョンピョン。あ、小森さん。はい。いろいろ今日。嘘だ、これ。いやいやいや、本当です、本当です。本当なんです。小森さん、はい、今日は、いろいろ教えていただけるっていうことで、はい、霞ヶ浦まで来てみたんですけど、はい、目玉は何なんですか。夏が暑いってことを教えてやろうと思って、はい、防寒着持ってきたんで、それ着てここに立ててもらおうと思ってるんですけど、はい、熱中症にならないように当然こちら気をつけてますんで、はい、はい、そうじゃなくて、はい、小森さんのちょっといよいよそろそろ真面目な話、真面目な話をね、はい、じゃあ真面目な話、私の立ち上げた、プロモーションブランドコンクルージョン、いよいよロット、が出てきます。まあ今年発売予定、ひょっとしたら来年になっちゃうかもしれないですけどね、頑張って作ってるんですけども、まずこの2本を簡単に説明したいです。最初にリリースするのはこの2本、68LS と 64LS、サブネームはありません、この2本ですね。まあコスメは大体こんな感じになります。まあ、これちょっとね、変わるところもあるんで、ザクッとだけ見といてもらえればいいと思うんですけど、ロゴの位置とかこの辺の大きさとかちょっと変わってきます。でも色合いはこんな感じですね。だいぶ本当ファンタジスタともっと似た感じになるのかなと思いきや、だいぶ違った感じになっててびっくりしたんですけど、はい、そうですね、まあ自分らしさを生かしていこうっていうのと、やっぱ初期モデルのステディウス、その辺にやっぱり自分が感じたこととかを、まあ、今まで育てていってるわけじゃないですか。でやっぱ心を原点に戻して、ちょっとやっぱり、その紫色の特殊な色を入れて、で、まあ、デザインは大きく変えていってっていう感じで作りました。で、まあ、最初にリリースするのがこの68の LS っていうソリッドディップのロットなんですが、これ今ちょっと4ポンドのラインを巻いてあります。曲がりはこういう竿です。まあソリッドティップなんで、ティップアクションで、まあ68っていうレングス長さがありますんで、ある程度バットにパワーを持たせて、力強いバットがあって、で、まあ、力強いベリーがあって、ソリッドティップにつながるっていう、ファーストテーパーなんだけど、まあ、ファーストさを感じさせないような、それでいてバットのパワーをすごく感じるようなロットです。68の LS ソリッドティップ、まあ、L っていう番手なんですけど、ティップだけ L です。バットパワーは実際これもうM ぐらいあると思います。でどういった使い方ができるかっていうと、これは、まあ、今これ足際打ちたいに脳進化ついてますけど、そういうちょっとストラクチャー周りをしっかり攻めたい時とか、あるいは、スモラバとか、まあ、スピニングでやるようなライトテキサスみたいな、ちょっと力強いフッキングを必要とする釣りであったりとか、あるいはおかっぱりで遠くまで投げて、まあ、力強いフッキングでしっかり魚を手元に寄せるっていうことができる、おかっぱりであったりとか、まあ、そういったことに使える、結構汎用性の広い、ロットです。まあ、自分はライトキャロ、こんなものにも使っていけるかなと思ってます。ライトキャロはそうですね、まあ、2.7g、1.8g より上、 1.8g から、まあ、3.5g ぐらいのライトキャロで、これでスモールマウスをやっていくのもいいし、初期モデルの 67LS、
あるいはセブン、こういったサオの後継機種になるかなと思ってます。やっぱり小森さんのサオなんで、はい、68なのに、はい、グリップ部分がすごい短いんで、はい、ブランクの有効に使えるところがかなり普通に68って歌われてるのより大きめな印象なんですかね。そうですね、まあ、基本的にはシングルハンドでやりたい、取り回しよくやりたい、まあ、それでいて持ち重りをさせないためにしっかりとグリップに重量を乗せてバランスを取っているっていうところもあるんで、まあちょっとグリップでバランスが良くて、まあ、取り回しがいいで、もう一本実は68っていう竿を、来年に向けて作ってるんですけども、それは68の M って言って、パワーフィネス、あるいはもうちょっと、カバーをタイトルに攻めていく竿で、ここにあるんですけども、こっちはねグリップエンドが長いんですよ。本当だ、ほらこんなに違う。それもまだまだテストのテスト。そうですね、来年、はい、か、ああ全然違います ね、 こうしてみると、はい、もう竿が硬ければこれ長くしていった方が力強い、力が入るっていうのもあるんですけど、基本的にはシングルハンドで持っていって、シングルハンドで合わせて、シングルハンドで取り回しのいいキャストができてっていうことが、スピニングロッドでうまく魚を釣るコツなので、で、まあ、そのライドリグロッドの特性を生かしつつ、68レングスも生かしつつっていう風に仕上げてます。多分ここは変わらないんじゃないかなって思って聞くんですけど、はい、下の方にあえて圧縮コルクを使って手元重心に来るようにっていうところは、はい、これねちょっとね圧縮コルクに関してはここだけの話、やっぱちょっとね普通のコルクに重量があるんですよ。で、今年リリースする6468はこの重量感を生かして、レングスが長くなると竿って持ち重りしてきますんで、その持ち重りを、まあ、ブランクスがもともとすっごい軽いですからね、その持ち重りを消すために若干そのグリップに重量を乗せたいっていうので、これをまあ特段考えずに作業をしています。ただ軽量化を生かすんだったらコルクを変えた方がいいかなとか、ちょっとそういうことはまあ今後またモデルによって変えていきますけど、この68に関してはこの圧縮コルクがものすごく、正直言うとこっちのコルクの方が感度が良くて、まあ握ってる感触、それからボロボロになりにくいっていうこともあるので、まあこれがいけるところはこれでいこうと思ってます。68の LS はこの圧縮コルクで、デザインは概ね変わらないです。ちょっとこの辺のねグリップが変わったりとか、これもねちょっと分かりづらいんですけど、中にちゃんとコンクルージョンっていう抜きが入ってます。ああそうなってるんですね。でこのジャギの顔みたいなところから、はい、そのコンクルージョンっていう文字が覗けるようになってるんですけど、俺の名前を言ってみろってことですね。そういう感じですね。だけどちょっとこれねこう見てるとこれ長すぎてバランス合ってないんで、これちょっと修正中です。ちょっと調整、はい、調整中ってことで、はい、まあ基本ブランクスタッチができるっていう大きさに、これもうちょっと短くして、でこの六角形にこれができてるんで、ものすごくこう掴みやすくて、すごく回しやすいと思います。あ、さっきちょっと触ったら、はい、力がすごい入りやすかった、締めやすく外しやすいっていう、はいはい、これも今までのロットにはない合理的で、なおかつデザインが重視してるっていうところもあるところですね。ガイドについては、はい、今のところで確定情報というか言えるところっていうのは、ガイドについてはこのモデルに関してはもうスタンダードのガイドセッティング、ソリッドティップのところまではガイド径が同じで、そこから下はガイド径を順繰りに変えていくっていう、まあ事実ソリッドティップの付け根が直ガイド的な役割になっているっていうセッティングですね。まあこの差は飛距離を出したいっていうのもあるんで、その辺をちょっと重視して作ってます。ちなみにトルザイト、トルザイトリングですね、はい、下フレームのトルザイト、はい、まあロット自体考えられる乗っけられるもので、その今までコストを気にしながら作ってた面を全部無視して、乗っけられるなら高くてもいいものを乗っけたいっていう風に作ってるんで、まあバットパワーっていう意味もあってデザインを重視して、ちょっとここにケプラが入ってて、これもバットパワーを強くしたりとかする効果があって、まあ、こういったのも、プラスになってるかなと思ってます。アラミドじゃなかったし、アラミドケプラはどっちでしたっけ。さっきケブラーって言ってアラミドだ。アラミドだな。どっちですか、どっちですか、それ、まあ、間違えるとまずいじゃないですか。どっちも言えなくていいです。わかりました。はい。西陣織を入れてみた。西陣織を入れてますね。はい、でブランクスはピアフィッシングの開発したタフブランクス。これもねいろいろまあいろんな差を触ってきたんですけど、やっぱタフブランクスすごくいい出来です。まあピアフィッシングだからタフを採用したって思われてほしくないなと。タフが一番いいからタフを採用したって今は。僕は思ってます。順調にいくと年内でお値段はどこら辺に落ち着いてきそう。5万円は超えないかな。でも5万円くらいかなと思ってますね。
っていうのがやっぱりものすごく差をに開発に今回時間をかけてますし、デザインこういったところ全部一個一個全部作り直してるんで、まあ、ちょっと開発にお金かかってるっていうのもあるし、あと差自体ものすごくやっぱりいい差なので、まあ、世の中安くていい差は世の中出てきてるんですけども、そのすごく高くていいかどうかわからないものではないです。高いけどいい差っていうところもあるんで、そのお値段で考えてます。で、まあ、これ値段もそうなんですけど、コンクルージョン、やっぱ僕の中の釣りのバス釣りの結論っていうところが一つの目的なので、僕はここからこの差を、まあ、5年間6年間かけて、僕がバスフィッシングに必要なラインナップとしてもう揃えていきたいなと思っていて、なので僕なりの結論、もう 68L は一生作んないと思ってます、正直。なので 68L、67LS から来て7に行って来てる、セミロングディスタンスのシングルグリップのスピニングロッドの完成形だと思ってます。これのアイデンティティを完成させたらこれになりましたっていうものになると思ってますんで、ぜひ767使ってる方は乗り換えしちゃってください。そして、今後も楽しむためにもこれ一本でいいかなと思ってます。おかっぱりの方もぜひ使ってもらいたいなと思ってます。これは 68LS ですね。もう一本秋にリリースする予定なのがこの64の LS、 これですね。まあ、これはどういう差かっていうと、まあ、ソリッドティップなんですけども、ソリッドティップにバランスを乗っけたロッドではなしに、全体的に曲がるレギュラーテーパーを比較的イメージしているロッドです。結構曲がってますよね、はい、ソリッドの部分はキュッと入ってるけど、その後バットの部分に至るまでのベリーがギューッと曲がってる、これが特徴です。これはどんなところで使うの一番想定して組まれてるんですか今。はい、スモール専用に作ったスティールスの 64SULS っていう差も同じなんですけど、はい、こういう細かいシェイクをしてるときにやっぱりソリッドティップっていうのは細かいシェイクっていうのも当然できるんですけど、ベリーが硬いとどうしてもシェイクしてるときにルアーのアクションが手に伝わってこなくて、細かいシェイクをすればするほど全く何やってるか分かんなくなっちゃうんですね。で、本当に微波動をソフトタッチでやろうと思ったらやっぱり竿全体を曲げてやんなきゃいけないっていうのがあって、で、まあそれでいて作ったのが SULS なんですけど、 SULS は竿がまあそのスモール用に作ってるんでものすごくパワーがない、で、ラージのでかい3キロ近い魚が来るとやっぱ寄せられないんですよね。で、そのリザーバーのピクピクとかミドストとかそういったことに向いてるんだけど、かかった魚をしっかり上げることができない可能性があるんで、そこからパワーを持たせたっていうロッドです。64の SULS のラージバージョン、つまり水面ピクピクとかミドストとか、あとはダウンショット、ネコリグでもそのソフトタッチ一点シェイクみたいなのしたいときに使ってもらいたいロッドですね。ものすごく細かいシェイク、ルアーが動いてるか動かないか分からないのシェイクをしっかり糸を振ってできるんで、弱いタッチができる、まあ、そういったロッドです。まあ、ミドスト、ピクピク、ハイジ引き、ね、それから一点シェイクっていうその辺に特化したロッドです。もちろんスモールマウスにも使ってもらえるんですけど、スモールマウスはこれのもっと柔らかい SLS っていう感じで僕は使い分けていってます。はい、まあ、デザインはさっきのと同じデザインで、はい、これもやっぱりその64というレングスだと若干竿の持ち重り感が出てくる可能性もあるんで、バット部分よりもグリップ部分にしっかりと重量を乗せてバランス取ってます。なのでロッド全体の重みよりも持った時の持ち重り感が全然ないっていうのが特徴で、まあそれによって竿を立ててこうシェイクができるっていうところですね。やっぱりスピニングまずは2本、はい、から出て、はい、60ULS 系っていうのは裏ではやっぱりちゃんとコンクルージョン化、はい、考えられてるんですか。そう、僕はもうトータル的にコンクルージョンが何年かかけて全部自分の竿としてもこれがあればいいっていうものを作りたいんですよ、はい、その中で自分の釣りの中に60シリーズっていうのは絶対必要なんですよ、はい、あのショートレングスのスピニングロッドっていうのは、はい、なのでもちろんこの先も、開発というか、まあ、このデザインで、もっとよりいいものを、XULS もそうですし、そのさっき言ったスティールス 64SULS、 それからフロンティア、こういったのもちょっとずつこっちに移行できていく可能性は考えてます、まあ、その時点でこれはパワーアップしたって自分の中でやっぱり、そうですね、これだったら
乗り換えだぜっていう結論が出た時点で、徐々に徐々にそうです、変わらなければ出す必要がないんで、今の603、今週 APS を使ってもらえればいいわけで、今週 X を超えたなと思ったらリリースしたいと思ってます。フロンティアを超えたなと思ったら、でもフロンティア V2 ってこう言って超えれるのかなっていうのはあるじゃないですか。そこがこれからまたこの先何年間で新しい素材が出てきたりとか、新しいアイデアが出てくるとそっちになってくるわけで、そういった風に考えてます。あ、もう超楽しみです。はい、まあ、この2本は今までシリーズなかったラインナップなので、で、まあ、あとちょっとさっき言ったこのパワーフィネス、これもなかったし、あと来年以降のモジュールでポルトができてるのは、あとベイトロット、これ6号の MLS っていう、これ初期モデルの、あのこれ MLS なんですけど、最初期モデルは確か、初期モデルは MLS か、これプロトで MS で作ってたんですけどね、 MLS になったこのソリッドティップのベイトロット、ベイトフィネスじゃないし、ね、ベイトワーミングっていうコンセプトのロットですね。これもほぼ完成形です。それから、今できているのが66プラス、これ多分ビヘイビアの後継機種なんですけども、これのタフブランクスのモデル、そういったのも続々と今開発中なので、ぜひ楽しみにお待ちください。はい、はい、またあの家に押しかけて、根掘り葉掘り聞かせていただきたいなと思いますので、はい、ラインナップ増えてきたらぜひお願いします。とにかく今は64と68、これがもう秋にはリリースされますので、ここからどんどんコンクルージョンモデルに揃えていって、何年かかけて揃えていってもらえればなと思って、楽しみにお待ちください。コンクルージョン。